皆さん、こんにちは、大地です。今日はね、さっきまで僕がやってたセッションの中でね、やっぱりこの部分大切だなぁと改めて思ったところを、ご紹介したいと思います。というのはね、今日のクライアントさんは結構コーチングたくさん受けてたりとか体験してる人なんだけどね、セッションが終わった時にね、いや、なんか初めて自分の未来、そのビジョンとか目標とかにね、その納得感があったりとか、あ、これいいなと思えるものが出てきましたって言ってくれて、まあたまたまそういうタイミングだったっていう可能性も大いにあるんだけど、まあね、僕側にというかね 僕のコーチングに要因があるとしたらね、それがきっとこの共感的理解っていうやつで、私自分が本当にね、我がことのようにその人のことを知りたいんだよね。で、自分が本当にその人の人生を生きるぐらいの勢いで知りたくって、で、だから、あ、なんだ、こうすればいいじゃんとか、これがこの人の幸せじゃんって、本当の意味で分かったと思うまではとにかく知りたいと思ってる。そして分かった、理解できたと思った時に、え、この理解で合ってるってこう確認をするわけなんですよ。で、その精度が多分それなりに高いから、クライアントからしたら、いやいや、本当に納得感のあるものが、一緒にね、探せましたって言うんだけど、やっぱり自分の納得感をすごい大切にしてる。自分がこの人だったら本当に納得できる、なんか自分の方向性っていうのを見つけたいと思うからなんだよね。で、共感的理解ってそれのことを言うんだけど、これちなみにカール・ロジャースの中核三条件の中の一つね。で、まあ、1個目、自己一致。コーチがマインドフルにね、今ここで起きてることに気がつきながら、で、自分がこうありたい、こうしたいっていうのに素直にね、動いてるっていうこと。そして、2つ目が無条件の肯定的関心。人を裁かないね、評価しない。これがいいとか悪いとか、こうすべき、こうすべきじゃないね。思わずに相手に関心を向けること。そして共感的理解。相手と同じ立場に立ってみようとする。相手の内側で起こっていること、相手が見てる世界を知ろうとすることね。っていうのがこの3つなんだけど、で、これ大切にしてるわけ。そして特に共感的理解。とにかくコーチングのね、最初はこんなふうに思ってるんだよね。いや、だってこのクライアントさんはとても優秀で、いろんなことをこれまでやってきたはずで、自分で夢を思い描いて何だって実現できるのに、なんで今このスタックしてるなんて言ってるのかな、何が起こってるのかしらを、まあ、知りたいんだよね。で、いろいろ聞いていったりとかね、相手の立場に立ってこういろいろ想像していくと、あれ、もしかしたら、ね、この今現在パフォーマンス発揮しにくいのは、こういうこれこれの状態だからじゃないかなっていう仮説が出てくるわけよ。で、分かったと思ったら、確認するわけ。この理解で合ってる。で、本人が、ああ、確かにそうですねってなるようなものを、まず自分もすごく想像しながらとか、ね、相手の立場に立って体験しながらね、理解できたと思えるまでしつこく情報収集していくから、まあまあの精度とこれが当たるんだよね。で、ああ、確かにそうですってなるわけ。で、そしたら次はね、じゃあ、もしかしたら丸々が明らかになったり整理されたらいいんじゃないのっていうのの答えを探したいわけなんだよね。なんかこのコーチングの時間の中で僕とこれやれたらいいんじゃないね。で、クライアントの立場に立って、こういうことがあったら確かにすっきり気持ちよく自分の持ってるね、能力使いながらパフォーマンス発揮していけるっていうものをやっぱり知りたいから、で、相手の立場に立って相手に役に立つものを知りたいから、それ知りたい知りたいと思っていろいろ情報収集してて、分かった、これがあったらいいんじゃないと出てきたら、こういう理解でやってるってこう聞くわけだよね。で、こういうことを繰り返してるわけ。で、それができたらね、で、今日はね、やっぱりもう価値観とかビジョンとか整理してね、中期的、短期的な目標を作ると、こう、うまく全部いきそうだよねって話になったから、じゃあそれを改めてやりましょうって話になってね。で、クライアントさんと取り組んでみたんだけど、やっぱこれもさ、全部さ、もう実行可能なレベルでって書いてあるけど、もうこれが分かったらすぐに気持ちよく動けると、そして絶対にこれをやってったらクライアントさんが幸せになるっていうものを、とにかく知りたいの、理解したい。で、自分なりに間違いないって思えるところまで情報収集して、で、仮説検証したいのよ。だからいろんな質問してんの。で、分かった、これね、この人の価値観はこれで、ビジョンはこれで、中期的なゴール、短期的なゴールはこれで、実現方法はこれで、手放すことはこれで、分かったって、セッションが終わるときまでに思えてたら、ね。こっちが思えてるってことは、クライアントもその中でね、こういう理解で合ってるってこう聞かれながら、そう、確かにそうなんです。で、僕のね、言い方だとこうでこうでとかって言って、すごく納得感のあるものが見つけられてるってことなのよ。だから、なんかね、もしかしたら案外ここら辺を重視してないコーチいるかもしれないけど、自分がすげえ、分かった、納得感ある、理解できたってなって、相手にぶつけてみて、確かにそうですねっていうのが重要でね。で、僕も自分の納得感っていうのを大切にしてる。だけど、なんかね、やっぱりコーチングまだ分かんないうちって、やっぱりなんか
相手の立場に立って納得するっていうのではなくて、なんか自分なりになんか納得しちゃったりとか、これでいいってね思い込んじゃう時もあるし、であとしっかり相手にこのねこの理解で合ってるって確認をね具体的にしなかったりするからうまくいかないとかはあるけど、でもね基本的には本当にねこの相手の立場で何かね必要なことを知りたい知りたい知りたい、あ分かったこれでうまくいくんじゃないかねっていうところまで行って確認投げて確かにそうですねってねあのいうことが我々がセッションでやってることなんですと、いうことでございます。当たり前の話かなということなんですけど、ぜひねなんか自分がこの人だったらね、でもこのここまで分かれば動けるとかね、あのこの状態になったら動けるって、いうことに向かって進んでいきたいなということでございます。よかったら参考にしてください。それではまた、バイバーイ。